どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今回なんですけれども、鳥取県にあります、コンドレン鳥取小山店さんに来ております。今回ですね、ここにある激辛バッカララーメンが、まあ、辛いラーメンがあるんですけれども、会長ラーメン、そういったなんか辛いチャレンジメニュー的なのがあるんですけど、今回これに挑戦していきます。で、一応ですね、なんとですね、使ってる唐辛子がですね、ハバネロと、あとブートジョルキア、はい、過去に世界一辛い唐辛子として登録されたこのブートジョルキアを使っているそうです。完食特典としまして、完食すると記念撮影をしていただいて店内に飾っていただけるというサービスでございます。ということで、今回もですね、行った人の感想を見ていきましょう。ここの激辛社長ラーメンに勝利、過去スープまで飲み干すと、店内で1年間叩いてくれます。ぜひ挑戦してみるということで、この社長ラーメンというのは、今回挑戦する会長ラーメンの、まあ、1レベル下のなんか辛いラーメンらしいんですけれども、これもですね、社長ラーメンクリアすると店内に飾っていただけます。はい、写真がね、我社長なりなんですね、いう感じでいきます。はい、それでは早速、中入っていきましょう。レッツゴー。このメニュー表を見るとですね、別にあの激辛ラーメン屋さんじゃないんでね、普通のねラーメンがあります。一応聞いたところによると、一番人気はこのネギ豚ラーメンというメニューになります。はい、まあ非常にこれも評判みたいなんでね、辛いもの苦手な方はぜひこっちの方チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、来ました。こっち会長ラーメン来ました。いただきます。さあ、コンノレンさんの会長ラーメン、お手並み拝見ですよ。こんにちは。このスープからいきましょうね。うん、速攻性抜群だった。会長ラーメン、完食者結構いるってこうなんか聞いたんですけど、でも結構辛いな、これ。ちょっと卵いきましょう、これね。優しい。スープは味噌ベースとなってるんですけども、結構パンチが効いてますね。ちょっと麺いきましょう、これね。もやし、そしてコーン、いろいろね、こう野菜が豊富ですけども、シャキシャキ食感、めちゃくちゃ辛いですけどちゃんと美味しい。会長の名にふさわしい、とてつもない歯がゆい。さあ、そしてこちら、チャーシューいってみましょう。
辛いですね。想像の斜め上を行ってますね。完全に油断させられましたよ。なんか全然辛くないかなと思ったんですけど、そういう作戦ですか。勘弁してくださいよ。最近ちょっとラーメンを攻める攻略法をちょっと攻め方を変えようかなと思って、結構普段は最初に麺と具材だけ食べて残りスープを一気にこうバーって流し込む戦法ですけども、ちょっとねやっぱそれやるとねどうしてもねスープきついわみたいなってなるんで、ちょっと今回からですね麺と具材をちょっと食べてスープも同じようにグビグビいく作戦にしていこうかなと。口の中を緩和しましょう、辛みを、半分以上ね食べ終わったんで、ここで、追いニンニクタイムといきましょう。今回はですねこちらのニンニク、はい、生粋の、ニンニク好きのね、僕はですねこれニンニクを足していきたいかなと思います。よくぞこの会長を本気にさせたな、この野郎。黙ってらんねえぞ。ニンニクと、この一味唐辛子ですね。果たしてどれぐらい入りますか。もともと辛いから唐辛子足してんの。下に行けば行くほどしんどいな、この辛みとスープの濃度が濃くなってるんで、ここまで行ったらもう社長でしょ、もう社長クラスでしょ。ここまで行ったら麺と具材食べ終わったらこれもう社長レベルですよ。ごちそうさまでした。完食特でね、このアイスついてる感じで、ね、これをちょっといただきましょう。あ、それでは辛さレベルを発表していきましょう。こんのれん小山店さんの会長ラーメン辛さレベル、じゃん。辛さレベル7です。はい、これいい。やっぱりと2分
ということで、なのです、はい、非常にこの超激辛唐辛子ハバネロ、そして、過去にね、世界一辛い唐辛子としてギネス登録した、あのブルドジョロキア、はい、を、使用したね、ラーメンだけで非常にパンチ力ある、もう一口目からあれこれやべえなともう分かる、それぐらいの辛さレベルです、はい、非常にパンチが強い。ただしかしですね、そこまでなんていうんですかね、この辛みがきつすぎてよくですね、もう辛すぎてもう味どうこうってね、もう味がもう分かんなくなるぐらいではないです、普通に、ね、ちゃんと旨味も、感じるそんな一杯でございます。ちょっと慣れてない方だとこう食べ終わった後にこう腹痛とか来る可能性がありますんで、一応ね挑戦する前にはですね、まあ、牛乳とかヨーグルト、そういった乳製品をお腹に入れて挑戦することをお勧めいたします。ちょっとお店へ来る前にですね、鳥取砂丘行ってきました。鳥取といえば鳥取砂丘、はい、綺麗なね夕焼けがもうたまらんくらい綺麗でした。このお店からだいたい車で10分ぐらいで、まあ、鳥取砂丘ありますんでね、ぜひねそれとセットで、この激辛ツアーじゃないですけども楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、そしてサブチャンネルジョニーの夜明け、更新してますのでぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。